さあここからは東京都内の美術館情報をお伝えします。題して美術館へ行こうです。今日はアートナビゲーターの中村ひろみさんをお迎えしてお送りします。中村さん、はじめまして。はじめまして、はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします、はい、さて中村さんは美術検定の1級をお持ちで、はいはい、アートナビゲーターとして美術館でのギャラリートーク、そして新聞の美術館内のコラムを書いていらっしゃるんですよね、はい、さてこの美術検定、はい、一体どういった検定なんでしょうか。はい、美術館に行ってその作品をより深く、まあ、知りたいとか、あるいはその感動を人々に広く伝えたい、そんな風に思っている方を応援する検定なんです。はい、とても素敵な資格ですね。はい、ありがとうございます。さあその美術検定の一級をお持ちの中村さんに今日はご案内していただくんですが、はい、まあ、東京都内の美術館といってもたくさんありますよね。はい、まあ、いろいろたくさんある美術館なんですけども、その美術館今回どこへ行ったらいいか、はい、あるいはその行った時にどんな鑑賞のポイントがあるのかということを皆さんにお知らせしたいと、そう思ってます。はい、では一体どんな人は、はい、今回は東京芸術大学の大学美術館、はい、上野から10分ほど歩いたところなんですけれども、はい、そこで高橋由一の展覧会やってますので、はい、そちらをご紹介したいと思っています。早速見ていただきます、はいはい、こちらが、高橋由一の自画像なんですね。高橋由一というのは幕末から明治にかけて近代洋画の普及に貢献した人、まあ、日本の近代洋画の布石を作った人というふうに言われています。でこの人実は武家出身なんです、まあ、ちょんまげ言ってますけれども、はいはい、新陰流の免許皆伝の家系ということで、はい、武術で藩に仕える家柄の出身という人なんです、はい、その高橋由一がいつ頃、はい、その芸術の方に、はい、小さい時から絵が上手だったということもありますし、はい、絵も好きだったそうですけれども、はい、20代20歳ぐらいの時に洋画というものに触れるんですね、はい、でぜひこの洋画油絵を習いたいと思うんですけれども、江戸時代ってそんな材料全然ないんです。そうですね、油絵もないし、はい、キャンパスもないし先生もいなかったという時代です、はいはい、でこの今見ていただいているこの画像ちょんまげ言ってますけれども、はい、このちょんまげを落として由一という名前を名乗ってから40過ぎてですね、はい、本格的に油絵を学ぶという人なんですね。はい、日本で洋画で、まあ、有名になるというか第一人者だというふうに言われるようになるには、はい、40代半ば過ぎてからという方です。はい、はそうなんですね。でいろんな方と接触をされているんですよね。はい、はい、そうです。で、まあ、唯一洋画を描くだけではなくて、はい、例えばその展覧会を催してみようとか、あるいは洋画の雑誌を作ってみようとか、はい、画材を作る仲間を集めて、はい、国産の画材を作ったり美術館まで考えていたんです。あ、そうだったんですね。はいはい、なるほど。由一って、はい、まあ、67歳でこの世を去るんですけれども、はい、亡くなる1年前、黒田清輝がフランスから帰ってくるんですね。はいはいはい、で由一自身は実は海外留学の経験ってないんです、うん、日本にとどまりながら日本で独自の洋画っていうものを確立して広めていった人なんですね。あ、でもご自分でそういう方向を開拓して。はい、そうなんです。はい、そういうことなんですね。どんな作品を描いたか、はい、ちょっと見ていただきましょう。はい、はい、さっきです。これはね、僕も拝見したことがありますね。そうですか。はい、教科書に載っていたり歴史の方に出てたりするので、はい、ご存知の方もきっと多いと思うんですけれども、はい、展覧会行っていただいて実際心の中に記憶で残っている図版と比べて、はい、意外と大きい作品なんで驚かれると思いますよ。あ、実物は僕見たことないんですけど、はい、そうなんですね、実際の鮭よりもちょっと大きめに書いてあるというふうに思います。あ、そうなんですね。はい、で鱗の部分とか、はい、皮の部分とかそれから赤い身の部分、すごい美味しそう。そうなんです、ね。吊るしてある縄まで毛羽が描いてあって、はい、その質感の描き分けっていうんですか、はい、とっても素晴らしいんです。ぜひ本物見ていただきたいと思いますね。荒巻鮭なんですけども、はい、荒巻鮭って年末のご贈答品として結構縁起のいいものですよね。はいはいはい、なので縁起のいいので描いたっていうこともあるんですけれども、はいはい、まあ、実際は見ていただいて分かりのようにですね、これ質感をかき分けるということで、あたかも壁に荒巻鮭がかけてあるように見える、ね、そこに荒巻鮭があるように見える、はい、これも私たちの身近にある荒巻鮭を描いたっていうこと に,、はい、によるんじゃないかなと思いますので、はい、それで鮭を描いたんじゃないですかね。いろんな理由が、ね、あるんですね、だと思うんです。はい、はいはい、もう一つ違う作品ご覧いただきましょうか。はいはい、花魁です。
はい、当時、非常に人気のあった、はい、あの小稲さんという花魁のことを書いています。はい、はい、ちょっとこう拝見すると、はい、美人ですか。まあ、美人というのもあるんですけども、はい、疲れているというような感じもちょっとぐったりした感じがしますよね。はいはいはい、あの当時その小稲さん自分のこの絵を描いてもらってそれが仕上がった時に、はい、わちきはこんな顔ではありんせんって言って泣いて怒ったそうです。あ、そうですか。はい、はい、まあ花魁を描くということですから美人画なんだろうと思ったんだと思いますけれども、はい、実際当時描かれていた美人画ちょっと見ていただきましょうか。はいはい、こんな風に描いていました。はい、油絵ではもちろんありませんから影がかいてついてませんので、はい、平面的平べったい絵ですよ ね。 そうですね。で、黒い縁取りがしてあって、はい、その縁取りの中を数少ない色数で塗りつぶすと、はい、こんな風に当時の美人画って書かれてたんです。はい、小稲さんきっとこういう風に描いてほしかったんじゃないかしらと思うんですけれど も先ほどの絵と全然またね違いますよね。そうなんです。ちょっと先ほどの絵もう一回見ましょうか。はいはい、こんな風に描かれちゃいましたということですけれどもどうして由一、は花魁を描いたかということなんですが、はい、実はその幕末から明治にかけて江戸の文化、情緒、風情というものがどんどん失われていくわけですね。で、例えばこの時期ですね、吉原もだいぶ衰退していたんです。その衰退している吉原で、まあ、人気のある花魁を描いて記録として残そうという思いで油絵を描いたということなんですね。ですからその美しい花魁の典型的な姿を描こうというのではなくて、その時代の花魁の姿、あるいは小稲さんという人物の存在を描こう、からかんざしの別格の質感だとか、はい、この綺麗な着物の質感とかから結構この辺おしろいがはっきり書いてありますけども、そうですね。はい、そういった質感を描き分けようなんていうふうに由一は考えたんじゃないでしょうか。あ、なるほど。はい、この方をこう忠実に再現するというよりも、はい、一般的な花魁の姿をはい、こう高橋理一は表現したと、人間の姿ということでしょうね。はい、はい、はい、こちらはどこの、はい、これ山形県ですね。 山形県の市街地を描いているあの絵ですけれども、はい、実はその失われていく江戸の風情ばかりを描いていたわけではなくて、明治に入ってその近代化していく日本というものも記録として唯一は残しています。これ山形の市街で両側の道に、はい、ちょっと洒落た洋館が描かれているのがお分かりいただけると思いますけれども、ね、はい、こんな風に日本は新しい時代に入っていくんだよということを唯一は書き残しています。で、これもともと実は写真がベースになっているんですよね。はい、写真を見ながらこれ描いたんですけれども、記録を残すということ、つまりその当時描くのは水墨画とか水彩画、うん、あるいは写真もあったんですけれども、はい、写真もモノクロですし、はい、小さいですし、しかも弱いんです、印画紙が。なので壊れてしまう。記録を残すには油絵、そしてその油絵というのはリアルに描けるし、はい、ずっと100年も200年も持つということ で記録は油絵でということを、ゆういちは広めてきたかったんですね。はい、いや、まあこの展示会ではですね、はい、やっぱりこの高橋理一の思いというのをですね、はい、作品を楽しむと同時にこう伝えてもらいたい、感じてもらいたいなというふうに、ね、そうですね、思いますよね。はい、私もこの展示会来ましてね、その記録画としていろいろ描いたという作品を見たんですけれども、実際は唯一 その人生の記録でもあったのかな。これから100年も200年もこの作品残って皆さんに見ていただけるんだろうな、そんなふうに考えました。はい、さあ、この近代洋画の開拓者高橋由一展は東京芸術大学大学美術館で今月24日日曜日まで開催です。はい、では中村さん、来週もよろしくお願いします。はい、皆さんお出かけください。以上、美術館へ行こうをお伝えしました。